はいどうも皆さん、ティンクでございます。続きやっていきたいと思います。はい、これ連続で撮っていきましょう。当たったな。やっぱね、面白いゲームやってるとこう30分じゃ足りないですよね。1時間ぐらいやりたくなってくるんでね、こう連続でやってますけれども、こっちの部屋入ってみましょうか。ちょっと探索が続きますけどね、やっぱいいじゃないですか。こう行くときはね、 RPG って結構パパパパッと進むと思うんですよ。で、行かないときはこうじっくりと探索会になると思うんですけどね。さあ、何が出るかな。木の実、木の実。こっちは何が、でも女の子いるのに普通にあれをね、開けてるもん普通に部屋開けてるね、カイム。そういえばサラは一緒じゃないのかい。それを俺が聞いてんだよ、それを俺が聞いてんだよ。サラを探しに来てんだよ、サラを探しに来てんだよ、それを俺が聞きたいんだよ。掃除中でーす。少々、あ、カイムさんだ、カイムさんだ、だーだーはいいんやけど、おっつおっつ、今調べるって言ってた。どこや、これや、この絵か。何が出る、黄色。よいしょ、もう地味に集めてかんとね。さてと、さてと、降り立ったけど、降り立ったけど、どこ行けば、あ、あ、イベント来た、来たね、イベント。サラの話聞けんじゃない。いやー、カイム本当に戻ってきたんだな。これ千年の夢だろ。懐かしいな、子供の頃の面影があるぞ。いやーよしてくれよ、もうすっくり遅いよ。あ、ちっちゃい子供の頃に出会ってんのか。なんかいい年の取り方してるじゃない、私タイプかも。あれ知ってんの、セスも。え、姉ちゃんありがとうよ、こいつは店のおごりだ、飲んでくれ気が利くね。じゃあエンドラック、あんたがこの村を基金から救ってくれた時、俺はまだ7歳だったかねすげえ昔や。はっきり覚えてる、あの頃。村の子供たちの間で、あんたはヒーローだったんだぜ。いや、まあすごいかな。昔の会話やったら喋らんかったな。俺たちはゴッツァに行きたいんだが。ああ、無理無理。暗黒洞窟を抜けなきゃ、ゴッツァに行けない。早っ、否定されんの早っ封印されているそうだな。年老いた魔道士がやったそうだ。うん、やったそうだ。何もビビることはねえさ。俺たちで封印をぶっ飛ばしたそうだろ。落ちたのね。簡単にはいかないんだ。今まで腕自慢、魔導力自慢の連中はみんな挑んでみたけど、びくともしねえ。あら、ミンがいるやん。あの封印を解けるのは、あのじいさんだけみたいだぜ。ほう。相当な魔導力の持ち主だよ。マジで？まあ確か面倒やな。ミンも結構使えるんじゃないの？ダメなの？あ、マジでもっとあんの？お前さんが昔、サラと住んでたあの家は、じいさんがいつの間にか住み着いちまってるんだよ。来たね。ちょっと元の家主なんで、ちょっとどいてもらっていいですかって言えるやん。それじゃ勝手に、勝手にやか、ちょっと言ってもらいたい。サラがいなくなってから、俺たちはいつあんたらが帰ってきてもいいように、あの家を開けておいたんだ。おー、すまなかったな。今じゃあのうち、じいさんのせいでぐちゃぐちゃだぜ。ちょっと元の家の主なんで、どいてもらっていいですかって、その代わりに開けてもらっていい。まあそれはあるね。そういう考えもあるか。いちいちうるせえやつだな、やんせん。俺と一緒だな。そうそう、どうぞ帰る。大丈夫だと思うが、まあ、気をつけてくれよ。もう相当な魔導力を使いたいな。人暴れしてこようぜ。戦う気満々やん。ミンをこのままにはしておけないでしょ。うん、そうだ。ウェイクアップミン、起きて。明日の朝だ。あ、カイム、話が分かる子になってる。いつもだったらすぐ行くぞって言ってた気がする。昔のカイムなら話が分かる子になってる。ちょっと待とうか、ゆったりみたいな感じになってる。さすがだわ、カイム、いい子になってるじゃん。よし、ようやくパーティー揃った、全員。イエス、全員揃った、ようやく。やったぜ。さあ、アイテム装備させよう。これは4世しか装備できないんだ。じゃあお前装備しとこうか。よしよしよし、こんな感じでいいですかーつってね。うん、問題なし。最後、ここはセーブいらない。突き進む、いくぞー。うらら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 、ら突撃ー。あっと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 、これはアイテム屋さんじゃなーいアイテム屋さんに用があんねん。アイテム屋さんちょっと補充しときたい。補充、ちょっとここのとこ戦闘続きだったんで、しっかりとちょっと持っときたいですね。アイテム屋さん書いてあるんだけど、ここ書いてあるんだけど、ここの中にあるんじゃないの、アイテム屋。あれ、どこ、
お湯？ここ宿屋でしょ？あった、ここだ！あ、ここアイテム屋さんだったな。あんたいつの間に？あんたいつの間にいたの？売る、どうしようかな。なんか売れるかな。あんま売るもんねえんだよな。武器売れないの？武器売れない。マジか。そうだね、ヒールポットとマナカプセル、目薬、着付け、勇気の果実。この辺はまあいっか。天使の羽20にしてとりあえず。これはまあ20でいいですわ。可愛らしくね。マナカプセルを、今8個持ってるんで、12個で、これ5個。これ。あ、でも金めっちゃ上がってますね、俺今。もうちょっと買うか。30まで行きましょうか。30まで持っていこう。で、これも30まで行こう。ダメ、1個間違えた。30まで買っちゃいましょうか。あ、いけますね、これで。1、2、5、6、7、8、9。よいしょ。はい、オッケー。一気にお金減りましたけど、これで当分は大丈夕ですね。買いに来なくても。素材あれば憂いなし。まさにそうだと思う。よいしょ。あー、進めない。あー。でも、サラトの家ってどこだったかいな。どこだったやろ。自分の動画見返すの忘れてた。なんかどっか説明してくれてた気がするんですよね。どこが。丘の上っつってた気がするんだけどな。どこじゃったっけ。どこじゃったっけ、サラトの家って。北の峠の崖沿いの家。北の峠の崖沿いの家。北の峠の崖沿いの家。はあ、はあ、北の峠の崖沿い。北行く？ここ先にあるんだろ、多分これ。なあ。多分別のフィールドにあるんじゃないかな。この村抜けてあるんじゃないかな。どうだ？予想当たってるんじゃん。これで出てくるんじゃないかな。ほら、ほら来た。ほら来た、ほら来た。いっぱい出てきた、いっぱい。いっぱい行けるとこ出てきたよ。いっぱい行けるとこ。おいおい、なんかもう名前が違うやん。ローマ同士の館になってるやん。おい、完全にローマ同士に取られちゃってるやん。取り返しに行こう。戦闘になるんかな。すげえローマ同士なんやろ。めっちゃ強いんやろ。仲間になんないかな。無理ミンが仲間になった直後だから無理か。仲間になるとかそういう選択肢があると割と面白いと思うんだけどね。それかゴッツァにすごいパイプがある人とかやったらすげえ助かる。まあ戦う可能性も。なんか呪術使いっぽいな、若干。大丈夫かな、これ。こうね、若干クックとマックの存在忘れてたよね。話出てこなかった。もう気味悪い、すごいね、ほんまに。強い魔導力を感じます。やっぱミンは使い物なのかな。ほんまや、見つけないと。怖くなくないってこと。おう。まあ、昔住んでたね。すごい家住んでたね、そう考えると。ね、カイムめっちゃリッチですね。家住んどったな、お前、昔。そう、これ偉い。おいじゃおう、お化け出てきたやんビビらされてるじゃん、すげえ。お前ら来んなよみたいな感じで。よいしょ、開ける。ソウルなんとか。あ、そうそうそう、あれ手に入ってましたわ。スロットダッツ持ってましたね。ソウルなんちゃら調べる代わりに、ついでに。ソウルなんちゃら、これか。ソウルメディセン。味方一人の HP で NP を回復する。いいね。スロットダッツ使いましょう。そう、ミンもね、ミンもなんと使えちゃうわけですよ。今度から不死ですからね、ミンも。ミンちゃん、ミンちゃんでもまだスキル少ないんでね、ちょっとしばらく無理ということで。はい。こっち行って。何もない。よし、ちょっと前進しよう。正面突破。てか、もうどこにいんのか分からへんなって言ったら、もう真正面からお邪魔しまーすって言って、ゲッですかーって入ってったら出てくるんじゃん。え？これあれじゃん、リリムちゃん。ちっちゃい頃の。今のリリムだったね。俺わかるよ。今のリリムでしょ。玄関ホール。宝箱を見つけたか、まず開ける。まず開けて、バンドヤッケット。あのちっちゃい女の子の後を追っかけるのが正解っぽいな。あれ？なんだあら。なんだあら。あら、取れない。ここなんか今光ってたよね。拾う。拾う。よし、死の断片 A。すべては巡り、すべては去っていく。これ絶対集めなあかんよ。死の断片のように見えます。書いてあったよ、そうね。めちゃくちゃにしたせいじゃねえのか。ほんまや。とっとと追い出しまおうぜ。ほんまやで。魔導士がめちゃめちゃにしたせいやで。で、これを集めたら何かいいことありそう。ということで探しながら行きましょうか。まずセーブ。暗示にね。よし、パートチェンジしましたから、セーブ違うところにしましょうか。さっき違うところにしてなかったけど。ね、バグってこれエンコードできなかったらもう半泣きですけど。よし、行こう。まずここからかな。こんにちはと。入っていって、
何が出てくる。やっぱリリムのちっちゃい頃だよな絶対。鏡の前に行ったな。うん、なんかすげえ長いラインで鏡があんねんけど、嫌な感じの部屋だなここ。絶対なんか良くないやついるもんな。足の断面 B、 ぬくもりに満たされて。ダメだこれ以上読めねえ、もうボロボロだもんな。一行だけかい。これ動かせんじゃんこれ無理。あっとこっから敵出てくる。あれ動かせるかなとかって考えてたら敵出てきたね。よしやってやるじゃないか。でもそんな強い魔導士にやったらなんで敵いんのその強い魔導士ちゃんでお前全部倒してくれたらいいんじゃないの。ダメなの。ミンの杖がなんかおー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 、なんかもうおーおー、いざなうものとかいうの気持ち悪いな。すげえ正体不明。マジでマジで正体不明とかいうのはありなん正体不明っていうやつありなんかな。それで正体不明狙いますか。後ろなんでね。防御。さあミンの魔法を見せてもらおうか。ポイキー。すげえゼフレア。敵全体にですか、ね、ゼフレア行ってみましょう。さあ行こう。まずは一人軽く倒しますかね。はい、じゃあ硬いな。意外と意外と硬い。しかしカイムがいれば余裕でもないんだけど。ライフワード。うわ強い。うっそ、やばい、予想より強かった。ま、何ゼロだと。意外と強かったぞこいつ。石化無効つけてるから大丈夫大丈夫。あやばいかな。大丈夫カイム、カイム石化無効ついてる。あぶねえ。あーやばいぞこれ。意外と強いこいつら。500もあるし HP。 まずいな。どうしたもんかね。いざなうものにして魔法ちょっと一回セス回復しようか。ちょっと予想以上に強いわゼフリア。このクソがおら、なんか溜めとるぞあいつ。こいつ溜めとるぞ。おらどうだこれで。これが強い。おいしょ。意外と強えなこの技。滅却をなす無の力。きた初。かっこいい。すごい演出。おおすごいすごい。おいおいめっちゃかっこいいやん。初めての技は非常に良かったですね。やっぱ魔法強いな。シャイン。これ嫌な予感がする。全体攻撃が。おーおーおお、かわいらしい。あなんか食らってるこれ。まずいな。なんか特殊な状態になってる。眩しがってるこれ。もしかしてあのポケモンとかでいうと眩しくて見えない状態的なやつか。でもそういう時でもあれだよね確か。あのポケモンとかでも魔法は使えるよねいつもね。そんな気がするんだけど。黒魔法で、ね、黒魔法で順番に攻撃しようか。よしいけるかな。当たる。ミスするか。やっぱり眩しいもんな。眩しさにオッケー。当たった。当たる。いけ正体。あれこいつ魔法効かないの。もしかしてその可能性はあるな。通常攻撃オンリーの可能性はある。一回殴ってみよう全員で。でもな全員なんか今目がチカチカ。あーオッケー通常攻撃だこいつは。目がチカチカしてるからな今。目がチカチカ、目がチカチカした状態で殴る。はい目がチカチカ、目がチカチカ。これいつ治るんだろうこれ全然1だもんな。可愛らしい。よいしょ可愛らしいな。正体不明、攻撃してこないよ。どうした。あとのやつ全員防御するか。あちょっと待って、その前にあのカイムの HP だけ回復しときたい。これででこうやって防御しといて。よし殴る。ほらアミス。ここからパーフェクト。当たった強い。オッケーよし、だいぶ分かりましたね倒し方。オッケーオッケー。まあまあまあ恐るべき足らずということで。やったレベルも上がった。クック精神安定1 精神安定って名前がさ。そこ行けないのそれ。ここ鏡の中これ無理。見る汚れてるだけでただの鏡だよやっぱりか。入ったよね。飾りの部分で外れたような跡。あ、ほんまや、なんか真ん中にあるね。はまってた気がするが。それを探せばいいのか。飾り玉を探すのね。なるほど。それを今から探す大冒険がある。この宝箱取れへんねんけど、これ。これ無理なのこれ。廊下ちょっと先行ってみますか。これ扉入れる扉じゃないですよね。あ、ここも飾り玉ない。おー、なるほどね。ここの部屋はまだ来るべきじゃなかったということか。じゃあちょっと横の部屋行きましょうか。こっち、よいしょ、出ましょう。まあ、行くべきじゃなかったということで、ちょっと話やめて、反対行きますか。反対。
よし、こっち行きましょう。こっち行ってみよう。でもこっちしか行けないんだけど、厳密には。あら、マジで。あ、じゃあここか。よし、実は正面だったみたいな実は正面だったんだね。なるほど、まっすぐ進めばよかったのね。よし、何でもかかってこい。ほっ、ただの庭じゃないよね。すごい音おかしいもんな。あの噴水なんか匂うぜ。確かに、まるで何かはめ込むんじゃないか。あ、ほんまや、開いてる。ここか。確かにはめ込む臭いね、これは。ほう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 、中庭。ほうほうほう、オーマイガッツ、敵出てきた。なるほどね、なかなか怪しさ満開ですね。今ちょっとなんかこう暗い感じやからすごい怪しさ出てますけど、カイムとこれ奥さんサラ、すげええとこ住んでたな。なんでこんなええ家住んでんの。あ、まあでもあれか、死なない傭兵やから、もうどの戦場行っても活躍できますから、お金たっぷりやったかもしれないですね。あーっとっとっと、これで分かったことは、両サイドのやつは通常攻撃だけでフロー。なんかおかしいやついるぜ。両サイドのやつはあれだな、だからこういって、で魔法でいざなうものやって防御して、ミンはめっちゃ強いからこれ使っていいかなめっちゃ強いからこれ使おうか。一旦まとめちゃいけないのが難点だけど、すげえ強い。ほいしょー。でタイムもあるでいく。いいねー。 A がおいしょ。痛い、ちょっとパシッてやられた。痛い、危ない。こいつだよ、これ、これだよ、これ。一番うわっ一番わけわかんねえぐらい食らうの。どんだけ強いねん。どんだろう。OK。ほら。技の名前わからへん。何があんだこれ。おい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 。ちょっと待ってよ、ほんと。強すぎねえか、ちょっと。なんかダメージがおかしいだろ。ね、ちょっと二人やばいんで、これ使って続ける。よし。大丈夫かな、これ。先にミンとヤンセンが動けるからなんとかなるかな。行って、スイヤー、オッケー。ここで危ない、セスはない。ミンで、ミンで一気に肩をつける。はい、いってらっしゃい。ボボボボっと降りていくよ。お疲れさん。あ、そうだ、両サイドのやつ通常攻撃だけだから、これも食らわねえのか。やだやだ、待って待って、ぜひ。よし、あ、行きそう。オッケー。でもミン、さっきの技来たら死ぬで、これ。フィアー、これ恐怖ですね。恐怖になる。なった、なったね。こう状態上 100% 食らうのはどうにかならへんのかな。来た、これまずい、この技。おぶねー、これやばい。オッケーオッケー。カイムあれだもんね、瀕死になったら HP こう回復っていうか、あれだもんね、耐えれるもんね。どうしよう、あの奥のやつはこれ魔法食らうのかな、こいつ。フローちょっと打ってみる。あ、さっき食らってたな、ミンの魔法。そういや、ちょっと強くねこれ。強えな、意外と。意外と強えな、こいつ。どうしたもんかね。フローってやつはめっちゃ厄介ってことだけは分かった。先に狙わないとダメだ、これ。よいしょ。周りの雑魚はこれで死ぬ。タイムで殺せる。はい、お疲れさーん。で、これでいけんじゃねえか。死ぬ？いける？いけた。よし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 。あの本はやばいな。先狙おう、あれ。ちょっとダメージおかしいわ。スイートリードをゲットしたカイムとセスが。よしよしよし。ちょっとね、敵の強さがおかしいやつがいるね、何人か。カイム魔法。あ、今白黒使えなかったっけ、ヒール使えるよ、多分。よいしょ。もうすげえ MP 使うよ。MP 消費量がやばいよ、これ。で、ヒールで、よいしょ。OK、こんな感じかな。スキル装備セットかな。あ、スキルか。スキルセットだな。スキルセットしよう。スイートリード。まあ、スイートリードは正直いらないっすな、ほとんどね、これ。うぅ。レベル3黒魔法。これもいらないんですけどね、正直、あんまり。精神安定、攻撃受けた際、栄翔遅延を軽減します。この辺いらねえな、全然。まあ、ほとんどいらないのばっかだな。でも、レベル3は習得しとけ。ほとんどいらないのばっかだし、これでいいわ、もう。上から順番習得しとけ。めんどくせえや。はい、オッケー。待って、ミーンはセットさせてたかな、俺。ミーンセットしてるっけ。セットしてる。呪術になってるけど。あれ？なんでこれ？もしかしてマックが出てないとダメ試合にこれ。マック出てないと覚えられないのこれ。レベル1呪術って。これもしかして。マックがパーティーにいないとダメなんだ。マジで？
マジでかお前、マックがパーティーないと覚えられないとか、お前使えねえな使えねえな、マジか。じゃクックの技を先にお前に覚えさせるから、全部それを覚えてからマックに変えよう。めんどくせえな、意外と。一緒に出てないと覚えられないんだ。これはちょっと残、ムカつくシステムだな。残念なシステムとして。一緒に出てないのか。パーティー5人しかいないんだけどな。カイブとセスとかも外すとか考えられへんねんけどな。いいヒント勝てないんだけど。よし、来いや。おいおい、また新しいのいるじゃんか。待って待って。あかんやつもいるし。フローもいるな。ソウルアーマー。どうしたもんかね、これ。フローを先殺したいが、こう二人で狙って、で、いざなうものもこれで殺そう。ちょっと一回防御して、いざなうものをお前も狙おう。ちょっとアーマーほっとこう、一回。様子見。絶対やばいやつだけ先殺す。あ、いけるこれ。死なないもしかして。殺せない無理。あー、やっちゃったー。殺せなかったー。あ、痛い、ま、これぐらいなら大丈夫だな。100ぐらいなら全然いいっすわ。で、こいつはもうこれをやってくるから、オーマイガットな感じでね。オーケーオーケー。これまあ、想定の範囲。想定の範囲。フレア。で、ヤンセンとか撃つ。倒す。オッケー。よし。シール。なんだ、シールって。何すんの？何？何？何？鎖がついてるから、これ動けないんじゃないかな、もしかして。フローがめんどくさいから、とりあえず一発殴ろう、フローを。フローを殴って。あ、魔法使えなくなってる。めんどくせえなー、盗む魔法使えないでめんどくせえな、盗む。よし、セスやって、前線にいるこのソウルアーマーに食らうかな、魔法が。それが大事。おっ、セスで殺せる。いった、よし、オッケーオッケー。こいつ動かしたら絶対ダメ。アーマーはどうだ。あ、ゼロ。こいつらは逆に魔法しか効かないのか。そういうことですね。これはこいつら逆に魔法だけだろ、多分。どうだ、やっぱり魔法のみだ。あー、めんどくさいなこれ。半々でいるのか。なんてめんどくさいやつらだ。盗め、無理でしたやーだ。ほんで魔法禁止されてんの今、もしかして。おいおいおい、待てよ待てよ、お前魔法しか効かへん敵に魔法禁止されるとか、もうシャレになってないでそれ。これやばいね、実にやばいね。全然シャレになってないわ。どうしたもんか、どうしたもんか。とりあえず1体殺そうか、これで。一体こそ、よし。で、まず、おいじゃあ、パーフェクト来い、パーフェクト来ない、パーフェクトが出ない、なかなか出ないね。やめてー、痛い痛い痛い。まだ後ろだから大丈夫、公園は全然余裕。これも大丈夫。フレア、ハミングフレア、よし、一人撃破。これすげえ HP、MP 使うな、ここ。買っといてよかった、30個。盗む。盗めない盗むけど盗めない。よしよしよし、盗む、盗むしかないよな、しょうがないもんね。今盗む以外選択肢は特にないんだよな。魔法でちょっと民頼りは完全に、もう民に頼るしかない。頼む、お前しか倒せないやつを。よいしょー、でよいしょー、オッケー、倒した。歩いて、いやー痛い、地味に痛い。600くらえたらマシだけど地味に痛い。殺せないのムカつくなあ。いいねいいね、盗めてる盗めてる。怪物とかで殺せないのムカつくなこいつ。なんかどうしたもんかね、本当に殺せねえのかな。ちょっと1だけ撃ってみようか。スキル祈り回復できる。スキル盗む、オッケー。防御、あ、もうこれも祈りしとこ、祈り。怪物してたからセス、はい、でお前でとどめを刺すと。よし完璧、行こう。これ完璧な布陣。ダメだよな、やっぱ食らわないか。いやだ、おー、無駄に受けた。カウンター、おー、出たね。全然意味のないカウンター出たね通常攻撃いかないから意味ねえカウンター出たね。祈って祈って、触れ合って、ボッ、よっしゃー、これはやばい、これはやばいぞ。ここ、ここはやばいな。レベルが上がってんのはいいんだけど、ここはやばいな。強えな、敵が。一気に厄介な敵が増えたな。おーのおーおー、連続で戦闘、逃げられないここから逃れられないやめて逃げさせて、宝箱取りたいだけなんです。敵が強いよよし、行くしかない。
行くしかないよ。一撃の破壊力上げるしかないよ、レベル上げて。それ以外方法ない。オッケーオッケー、こいつは大丈夫パターンのやつ、大丈夫パターンのやつ来た。大丈夫団体さん来たから二人でイザナ。オメガッツオメガッツオメガッツ、赤いやついるで、赤いやついるから全員でちょっとこう二人で攻撃させて、よしオッケーオッケーオッケー、ハッつってやがろ、オッケー入った、よらめっちゃ来たいやー痛いよこれがきつい、おらーめっちゃ回復される、フレア倒せるかな、ヤンセンできる、無理、いけヤンセンお願い、無理でしたー無理でしたー、いやーいやーねーどんどんやられてくね、これこれ来た、これ来た、ほらポールアットル来た、ポール1枚でいっこーよしよしよし、大丈夫、生きてる生きてるよ、正体不明ぶち殺そう、まずで魔法でフレアでフロウと魔法で白魔法ヒールセス、よし魔法で黒魔法フレアフロウ、よし完璧、これで倒す、恐れをなしている、ビビってしまって動けない、よいしょ、状態異常、そんな毎回なられたら直すのもすごい手間かかんねんけど、どうなりしましょうね、これあーべ、オーマイガーッツ、これはない、フレア倒せるか、倒せる、セスで、じゃあじゃあヤンセンで倒せる、よっしゃーいったー、オッケー、ヒング回復、これは結構まずいね、まずこいつ攻撃しよう、でどうしよう、あなた、あなたどうしたい、あなたどうしたい、とりあえずフレアでイザナのものを殺して、魔法白魔法恐怖を取り除く、恐怖を取り除くは持ってない、しょうがないな、ここになんかあったよ多分、ほらシャキール封印麻痺恐怖を取り除く、ないですねダメか、よし行こう、ダメだ、セスが使い物なんだい、何お前ビビってんだよ、そんなことで、そのぐらいで何ビビってんだ、よいしょ、ヤンセンでいける、ヤンセンで殺せる、オッケーいった、よいしょ、オッケー、ゼヒール全員回復させて、よし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 、ちょっと全員回復させてね、正体不明全員で殴る、いける、これでセスいける、いけないのかよお前、いやー回復やられたら無理、回復やられたら無理、よしよしよし、同じやつ狙ってきよった、よし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 、いい子だお前、皆無でいける、ここは勝った、よいしゃー、ちょっとこれはまずいね、シャレになってないね、敵が強い強い、めっちゃ強い、ミンが白黒魔法レベル2を手取得した、 OKOK、 それはいいんだけど、ちょっとすごく嬉しいことなんだけどね、これはね、ちょっとね、アンさんちょっとあれだぜ、やばいぜ、白黒魔法レベル2はあれか、装備か、これ装備だな、初級魔導士はピアスだな、ちょっとこれはやばいですね、どうしたもんかな、あーれあなたじゃなくて、あーれレベル2も覚えていく、よっしゃ、これはあーれちょっと開ける、開ける、アイテム出る、指のプレート、何に使うんだろうな、この辺は本当に何に使うのかさっぱりわかんないアイテムが多いんだよな、指のプレートで開ける、開けた、万能薬ね、万能薬、まあ、これは万能薬が大事ですね、これね、恐怖になってもフィアーでも生き残りますから、こっちから戻ってきたよね、これ送ってあるんだ、送って送ってあるんだ、送ってあるんだ、送ってあるんだ、送ってある、指のプレート置けるじゃん、置いたよ、起きました、お何も起こらねえのかよ、なるほどね、これを探せばいいわけか、プレート系を、プレート端子を探せばいいわけね、なるほど、でも真ん中に何かないっつってたよね、鏡のとこにも何もはまってなくて、結構行くとこがないんだけど、若干どうしようかね、これあら、まあここ開かないんだろ、だってここ開かないんでしょ、開かない、ここ開かなくて真ん中がさっき弓のプレートで、あ、ここに何かいる、なんかいる、なんかいる、なんかいる、お前じゃない、お前じゃない、やっぱこっちかな、こっち見たら何もない、やっぱここかな、ここが怪しいよな、絶対ここしかない気がするな、落ちてんじゃねえかな、どっかに、ここのどこかにあそこに入るやつが落ちてる、臭い臭い臭い、ここから丸連打、丸連打、ひたすら連打、戻ってきたけどダメダメ、
ダメ、飾り玉か何かがない、ないで終わる、調べる、あ、来た来た、覚えてる、覚えてるんや、ここにおばあちゃんがいたんだ、うん、おばあちゃんいたよ、全然おばあちゃんって感じもしないけどな、どうしたかいん、まさかここで千年の夢来る、来た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 、千年の夢じゃないけど来た、サラさん来た、サラさん、俺が取ってやるよサラ、あーこれあれやん、背の高い男性のリテインやん、ありがとう、あれなんかサラの顔が若干好みじゃない、あれ俺の予想とちょっと違う、あれだけ、うっそ、マジョリか、マジョルか、え、終わりそれで、うそだ、あ、入れる部屋、オーケー、ビンゴビンゴビンゴボンゴ、お敵かよ、普通に敵かよ開けれると思った、普通に敵なのかよ、そこでね、嘘をつかれていく、よし頑張ろう、やるしかない、この敵に倒したらプレート出てくるとかそういうことないかな、おーおーおーいっぱいいるぜ、団体さんのお出ましやで、これほんまに、どうしましょうね、正体不明後ろ、あ前にいるのか、 A を狙おう、正体不明 A で魔法、黒魔法フレア1で、お前とりあえずガード、魔法を使おう、 A ガンガン使おう、行こう、よし行くぞ、よし行こう、あいやーセスの威力がもうちょっと上がってくるはずないんだけどな、攻撃力、よいしょー、皆無が強い、本当に前半2人はまず余裕ですね、ミンの詠唱が遅いのが気になる、すごい、あしまった、セスの回復しときゃよかった、しまったしまった、前のコラの回復しときゃよかった、フレアで打って打つね、打つね、ここからパワーだ、あらあの人そんなの使えんの、オーマイガーチ、オーマイガーチ、あんたそういうのも使えちゃう、使えちゃう、片方元気にしてる方よ、死にかけてるやつは次のターンで死ぬんだけどね、オーケーオーケー、君はそういうことしちゃうわけね、カイムでこっち狙おう、でセスでこっち狙って、魔法を黒魔法フレアで D 打って、魔法白魔法を、ヒールカイム続ける、行くぞ、でもなんか回復されそうな気がするな、さっき食らわした分、これで無に消されそうなんだけど、大丈夫かな、大丈夫じゃない、あんまり大丈夫じゃないかな、さーれっと90ぐらい余裕きた、はい回復されていく、さっきスカイミちゃうわ、ヤンセンが与えた時これでパーだね、一気にパーになったね、あんま全体攻撃しない方がいいかな、これ全体しないで確実に1匹ずつ殺した方が良さそうですね、これの威力見てる限りは、うん確実に1匹ずつだったな、こうやってやった方が良かったな、確実性重視でいこうか、じゃあしょうがない、こう1回ずつね学んでいきましょう、敵が強いんでちょっとずつちょっとずつ、おい来たストーン、しかし怪物は石化向こう、はいお疲れさんです、でこっち狙って狙って、一応一人ずつ確実に倒そうか、魔法の白魔法ヒール、タイム魔法、それかあれだな、詠唱補助やって詠唱するの早くしてもよかったんだな、そういう手もあったな、これでいけないかな、無理か、まあ、回復で死にますからいいですね、よいしょ、また C に回復される、だーれーだーれー、よしこれで一人は死ぬだろう、多分一人は殺せる、これでよいしょ回復で、フレア、オーケー、よいしょ、残り一人、これはもう攻撃だけで死ぬな、通常攻撃全員で殴ろう、セスとカイム多分死ぬ、いけるだろう、セスはこの程度だけど、もうカイム先生半端ないから、よいしょー、きたー、強っ、ほんと強い、ギリギリの戦いが続きすぎる、おー、いっぱい覚えたね、みんないっぱい覚えたね、やばい時間結構来てるな、まずいな、残り2つの扉が何かすごい気になるけど、時間との戦い感が半端ないな、ちょっと待って、ヒール使おうか一回で、ちょっと回復役にヒールをさせて、よいしょよいしょ、お前も回復して、よしで、装備からのメデューサヘッドを魔導士研究で変えて、で、お前もメデューサヘッドにして、メデューサヘッドの分を海軍に装備させると石化無効をね、石
敵艦向こうを装備させたい。これだろ。敵艦向こう絶対いるって、ここ。敵艦向こう、あった。よいしょーと。で、覚えてるからいいや。で、スキルリンク。スキルリンク、クックの精神安定。スキルリンク、クックの精神安定。この辺はいいとして、兵士補助覚えた。兵士補助覚えたね、あなた。兵士補助覚えたが覚えさせて、スキルリンクの、クックのチューチュー。よし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 。バッチリ。バッチリ。上げていこうか、じゃあ。上げていこうか、じゃあ。上げていこうか、全部。全部上げたのか。はい。敵、敵ばっかり敵。もう3連戦して、何もなかったらちょっと一旦ね、頭冷やすために戻ってセーブして終わりたいと思います。行きましょう。だからここの3連戦をちょっとね、お付き合いいただきますよ。よし、来い。はい、同じ感じの顔ぶれで。なるほど、なるほど。よしよし、なるほど、なるほど。同じ感じの顔ぶれだったら、もうさっきの反省を生かせていくよ。使用者の魔法栄養時間を短縮します。これでバンバン打ってもいいんだけどな。まあ、ちょっとやめておきましょう。黒魔法で、よし、A から順番に。よし、これでいった。完璧。布陣は最強。敵なしの布陣。よいしょ、よいしょ。で、まあこれは余裕と。これはまあ鼻で笑えて、これも鼻で笑えて、41ぐらいで楽勝ですから。これライフアブス、これだけやばい。これが強烈。しかし今2人で攻撃して倒せると信じてる。いってくれ。よっしゃ、 A 倒した。1人動くの送信した。ストーン。しかし大丈夫。石化向こうさっきつけた。危ない。石化向こうさっきつけたか。大丈夫。はい、 A は多分これセスで殺せるんでやめておきましょう。でまた黒魔法フレアで、あなたは防御。黒魔法フレア。よーし、完璧。慣れてきた。この屋敷の中の敵のパターンに慣れてきた。もう行動パターンにだいぶ慣れてきた。これはいけるぞ。よいしょー。ちょっと威力が低かった今。これは余裕ね。はい、 C と B に回復される。あー、来た。よいしょー。さらにもう一発。よいしょー。回避じられていく。集中砲火を受けていく。燃やしていく。これ多分死にましたね、こいつは。お疲れさん。よっしゃー、オッケー。で、残りのこいつらを、もうこれは楽勝ですね。魔法ファイヤーフレア。で、ちょっとまあ回復一応しておきたいということで、回復にして、魔法で。はい、お疲れさん、これで終わりました。いやー、もう慣れたもんですね。慣れた手つきで。もう同じパターンですか、これは。はい、お疲れさん。次、で、フレア。ボッ、燃やして、で、回復して、そして、燃やしていく。オッケー。次の戦闘でも MP はなくならさそうですね。大丈夫だよ。行こう。このまま。ちょろいもんだった。もうパターンは渡ったら楽勝だ。ミン、ピンチで防御を覚えた。よしよしよし。ミンも徐々にこう、あ、なんか落として、拾う。何か。なんだこれ、宝玉かな。あ、来た。鏡飾り来た。で、前にもあるんですよ。前にもあるんですよ。長期になるんですよ。あれ行きましょう。あれ行って、手に入りましたけど、今回はここでやめます。時間の関係上。はい。今回はここでやめます。次のこの扉行って、やめます。行きますよ。はっ。こいつ倒した後、セーブ行きます。その間にもう一匹くらい敵に会いそうですけど。よっしゃ、来た。探すの大変だな、意外と。多分あの弓のプレート置きましたけど、あれ適当に置いたんで、多分ね、多分順番ある気がするんですよね。どこに何置くって、こういうのよくあるパターンですよ。東西南北でなんかあるパターンなんで。よしよしよし、もう同じパターンですね。よし、じゃあもう安定パターンで行かせていただきましょうか。安定パターンでね。よいしょ。フレアで、昼魔法ないからいいや。で、フレア OK。 はい、まず1巡目を軽く倒していく。ちょっと待って、ミンとヤンセンが動く前になんかいっぱい動きよんねんけど、ミンとヤンセンの間にいっぱい入ってんねんけど。やーだやーだ。はい、来た。三連ちゃん1。はい、次2発目、2で、最後三連ちゃん3発目。めっちゃいじめられてるね。すごい集中砲火やね。かつてここまで集中砲火を受けてていただろうかな。あ、つらい。セスがつらすぎる。
これを、こいつは死ぬから P 行って背筋 A 魔法黒魔法フレア誘うもの大丈夫かな、動く前にセス死なないよね、それだけ頼むぜ本当。誘うもの P よし行こう、まず A は死ぬ、これでよいしょ、 B と C 先に動きよる、よいしょ、まずいか、やばい、セスめっちゃ狙われてる、これで当たったし、ね、当たったしね、よこれセスだったしね、カイムだった、よし大丈夫大丈夫、カイムに来い、カイム美味しいよ、ほらほらカイムいっぱいあるもんね、オッケーオッケー、これは強烈だわ、すごいダメージ、これで順番に倒す、オッケー処理完了、ヒールして、よっしゃー落ち着いた、オッケー、こんだけ回復したらもうオッケーですね、あとはこれね思ったんですけど、こうしてあ、違う違う違う、皆無でイザナウ正体不明殴ってイザナウものも殴っちゃおう、これでいいじゃん、これで早く倒せたら儲けもんだぞ、よいしょ、どうこれで完璧、そう皆無でいいんだよね、セス殴んなくていいんだよね、皆無で殺せんだよこれ絶対、オラ来たで、しかも行動遅くなってるし、オラ来たで、お疲れさん、よしフラッシャー、ほら勝った、まあ楽勝だったよね、うん楽勝楽勝、よしアンセント、クック白魔法と黒魔法レベル4を覚えた、4かすごいな、レベル4ってやばいな、何使えるようなんだろう、魔法情報ヒーラー一人の HP を回復します、これ多分すごいあるんです、強足です、あ来た、あ石化小僧でつきますね、フレアラー中華力1体なんだ、絶対なんか全体攻撃欲しいんだけど、合成魔法しかやっぱ全体はないのかな、全体の普通の魔法覚えてほしいんだけどな、俺ヒーラーってのは使ってみようか、ヒーラーすげえ HP MP 消費するけどな、ヒーラーマナカプセルを使いましょう、おっ190マックスでいくんですよ、マナカプセル半端ないですよね、マックスまでいっちゃいますからね、回復量、ちょっとここの宝箱すごい気になるんだけどな、あれどうやって取るんだろうな、さあ次回ここの部屋のところに戻ってきて鏡をねこうバチンとはめて鏡の中に多分吸い込まれていくんでしょう、おそらくね、おそらく吸い込まれていくと思いますんで、そこからということになりますんで、よいしょセーブしましょう、セーブします、はい、セーブしましょうか、はいセーブします、喧嘩を掘る、はい OK です、はい OK でーす、ということでレベル2も上がりましたね、お金も一気に戻りましたということで、3か3も上がっちゃいました、すごいですねはい、ということで今回はここまでにしたいと思います、見ていただいてありがとうございました、また次のパートでお会いしましょう、それではお疲れ様です。